いや、バナナ。え、食いすぎやろ。どんだけちょっと。掃除してよ、ドンキー。もうドンキーのせいにします。いや、しかしね、ここでヨッシー行っちゃうからなー。いや、1。ダメだわ。ダメだわ。私、パーフェクトで行きたかった。無理か、それは。パーフェクトで行けたらすごくない？くっそー。ほら、もうゲットしちゃったよ。ようこそ、よくたどり着きましたね。さあ、スターをゲットしましょう。くー、ここで交換できないっていうハプニングが欲しかったぜ。次はまだ交換できんけんね。くー。なんてこったい。ってことはこれで一気に、2位まで上がってくるんだね。ちょ、1位は譲らないよ。頑張ります。ヨッシーが2位になった。さて次に目指すスターの位置は、近くに来てください。あ、遠い。あっちの3人に近いんじゃない？え？あ、でも、え？どうなんこれ。みんな、もう腰取るよね。はい、ここです。ピッカピカの。スターが待ってますよ。これ私近い。あー、ちょっと待って、ヨッシー近いな。あ、ヨッシー近いな。はい、ピーチ行きます。あと16もあるもん。そう、なんかアイテムが欲しい。アイテムが欲しいです。こいやー。3、刻む。いや、全然。何？バッターに5コインで。行かないよ。私こっちに行く。ドッキリます。いいドッキリでありますように。お、やった。あ、なるほど、ドッキリはすぐ止まるわけではないよね。ほら、もう、ほら、1マス通り過ぎてしまっとるがために、あと31マスとかいう悲惨なことに。だってそこから戻ってくることもできんねえもんね。つら。じゃあ、あの3人はめっちゃ遠いわけや。あの3人っていうか、まあ、あの2人。1人はただの仲間だから。さあ、どうだ。ワリオのサイコロはさ、こう、マスを進めずに、コインだけ取られるっていうのがあるっていうのがちょっと嫌やね。お、VS マス。みんなのコインを集めてブルブルミニゲームでバトル。え？順位に合わせてコインをゲットできますよ。え、一回何回収されるのこれ。ブルブルウェーブで勝負。かけるコインを決めましょう。あ、そういう感じ？みんなから20コインずつ集めますよ。ない人はどうするのそれ。ない人マイナスになるの？あれ？コインが足りないような。ともかく69コインをかけてバトルです。一番強く震えた時に、あ、なるほどなるほど、ボタンを押すと。強い振動。え？早かった？え？おー、やったー！やった！限りなく一番上に近かったよね。上から2番目やった。やったね。やったね。よし。あ、そしてすぐにミニゲームが。4人でミニゲーム。来い。お、つるっとバナナ迷路。迷路はやめてください。真ん中のゴールを目指して転んでもまっすぐ進む作戦もあり。あ、確かに、強行突破？とりあえず行きましょうか。真ん中のゴールを目指せ。なるほど、なんか中央に向かってみんなが行くわけやね。いや、バナナ。え、食いすぎやろ。どんだけちょっと。掃除してよ、ドンキー。ドンキーのせいにします。ああ。立ち直るの遅っ。ちょ、待って、立ち直るのめっちゃ遅いやん。やばくない？これ57って何？ 55？ 40？ 距離？これ当たりすぎじゃね？距離かな？待って、これどこ？あれ？あれか？え、どれ？これ？やったー！一番乗り！そしてここでモリモリとバナナを食うわけですね。イエーイ！ピーチの勝ち。ゆくい散らかしすぎやろ、マジで。どんだけ。どんだけなの？イエーイ！ミニゲームに余裕で勝ってくー。お、そして私、いつの間にやらコインも圧倒的。
嬉しみ。さあそして、はい、ヨッシースタート。あーもうなんか8なのか、あと8マスなのか、早いな。お、しかし刻んでいく。何を買うのよ、やめてー。お、毒キノコ、まさかの。ちょっと相手を貶める感じの方ですか。くとりあえずだってね、コイン10枚あれば交換はできるわけやけん。私まだスターブル22もあるの、マジで。あ、待って、ここくるっと回るパターンのところか。うわーどうしよう、最悪やん。戻ったー戻ったー。お、隠しブロックから運がクレープスターが出るかも。これは出したいね出したいね、ぜひとも。え、だってさ、次ヨッシーがスター取りそうやん。スター取ったら並んでしまうわけやけん。でもコインの数と合わせたら多分私の方が1位やと思うんやけど、でもそこはスターの数でやっぱりリードしたいよねっていうところがあるけんね。このとりあえずいいよね、ワリオ仲間さえおったらさ、あれやん、こうマイナス、コインマイナスのマスが出ても、マス目が出ても、なんか仲間の方ので進めるけんさ。お、4人でミニゲーム。来い。ビリビリコインゲットー。コインミニゲーム。あ、他のはコインゲットできないの？できることない？違う？コインを集めろ。KK の雷に触れるとマイナス3コイン。なるほど。この中自体で、なんか集まったり、なくなったりとかしていくってこと？え、つら。せっかくこんなに集まったコインが。やめてよ。雷に当たっちゃダメなんよね。このボス戦的な緊張感。やべえ、めっちゃ普通にコインに目がくらんどったコインに目がくらんで全く見えていなかったわ。おーっと、何増えたよ、イエーイイエーイ。お金に目がくらむピーチ姫だって圧倒的に拾っとるもん。やった、やっぱり拾った数だけもらえるんや、嬉しい。お、これもしかして99までカンストしちゃったコインの数私カンストしちゃいました。お、ラスト3ターン頑張っていこう。さて残りあと3ターンとなりました。現在の順位を見てみましょう。1位ピーチさん、2位ヨッシーさん、3位ワリオさん、4位マリオさん。お、せっかく追い上げたのにダメやったやん。この勝負も終わりに近づいて盛り上がってきましたね。果たして誰が勝つのでしょうか。ここでゲストに予想してもらいます。誰、ゲスト予想してくれるゲストはこの方です。え、バッタンマリオで決まりだぞ。勝てなかったら逆立ちしてやる。お、バッタンの逆立ちが見れるね。予想されたマリオさんにはサポートフォンをプレゼント。何それ、え、ずるい。仲間呼べるの。でもここからの逆転、あ、でも3回あったらどうなんやろうな、いけるんかな。さてこれからのラストスパートですが、まあそっか、3回とも取ったりとかしたらね、スターを。なんとプラスマスでもらえるコインが6枚になりましたよ。お、さっきまで3枚やったのに、やったよねただしマイナスマスで取られるコインも6枚になったので気をつけてください。逆転のチャンスです、生かしてくださいね。頑張ろう。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。